たまにはキャプテン変えるのもありだぜ。目玉プロスピンオンリーワン芸人の大野孝也です。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。ということでね、期間限定で初編をターニーに変えてます。はい、ダルビッシュ有から初編をターニーに変えました。で、無課金赤の方は、いつも和久井秀明さんなんですけども、今日はね、坂本隼人さんに変えてます。さあ、期間限定です。今映ってるかな、画像。うん、そんな感じになっております。で、皆さん知ってるかな、サード赤っていう存在、僕の、iPhone 赤なんですけど、実はちょこちょこやってて、そっちはね、侍の田中将大投手が、キャプテンなんですけども、今アニバトロサキさんに変わってます。はい、今出てるかな、画像出てるんじゃないの。もう編集技術アップしますから私ね、ってな感じでございます。まあね、たまにキャプテン変えるのもいいですよっていう話でございました。ということでね、今日の企画です。もうね、出尽くしてる、他の YouTuber がやり尽くしてるんで、僕は違った形でこの投手ピックアップしていきたいと思います。赤堀堀ありがとうございます。赤堀堀ってことでね、まあ現役時代全然知らないです、僕は赤堀堀さんのこと初めて聞いた名前でしたからね。はい、でですね、この赤堀さん、まあ正直ね、もう他の YouTuber いっぱいやられてるんすよ。もう検証結果出ちゃってんすよ、ほぼ。じゃあ大野ちゃん、どうしようかと、どうしても使いたいんだよね、赤堀さん。どうしようかって考えた時に、もう特訓もゼロで、幻突もなし。本当はね、赤堀さんのエースランク1枚あるんで、超1にできるんですよ。でも、もう幻突もなし、はい、幻突もなしで、さらに対ピンチもついてないです対ピンチ切れる存在が何もついてないです。この、未育成の赤堀さんを使ってみたら、リアタイで通用するのがやってみたいと思います。はい、もうね、特訓素材枯渇してて、なおかつ、試練で、アイテムも集めらんないという方向けに、ちょっと参考、そういう方にちょっと参考にしていただければなと思います。まあ僕はね、この動画が終わり次第すぐに育成させていただきます。はい、ありがとうございます。ということでね、赤堀さん使ってみた、まあね、1試合今日ね、抑えでやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではいきましょう。はい、46猫さん、よろしくお願いします。まあ先行なんで、まあバッティングお見せ C の、その後赤堀さんすぐ飛ばせます。はい、まあバッティングいきましょうか。まあ、あと今の現キャプテン翔平大谷ですけども、まあね、なぜ一番に置いてるかっていうのすごい聞かれるんですけども、一番打ちやすいからです。一番打ちやすい選手を僕は一番に置いてます。無課金赤は柳田悠岐です。さあ、4球目は何か。ここは1球見ました。翔平大谷の打ちやすさは本当1回打ってみれば分かる。まあこんな感じですよね、そんなタイミングも合ってないのにここまで飛ぶんですよね。2番ギータですね。2番ギータちょっとチャンス持ちなのにもったいないんじゃないですかって言われるんですけど、そんな関係ないです。もう2番目に打ちやすいからです。あと足が速いからっていうのがあるんですね。まあ、今日は赤堀さんの動画なんで、テンポよくいきたいと思います。はい、落ちろ。流そうという努力はもう買ってほしいね。ナイバッチ、いいね、落合さんはいい。打ちました。いやー、無理に打っちゃった。さあ、石川さん先発なんですけど、この打席が終わったら、もうね、早速赤堀さんいきます。はい、まあ、赤堀さんはね、僕まだ実は1回も投げたことなくて、 V ロードとかでも投げたことないんですよ。あー、まあ、ね、早速 OK、 ノーアウトからいきます。いきましょう、赤堀堀。いいわ、赤堀堀。赤堀堀さん僕あんま分かんないんだよね。まあとりあえずやっぱ戦場にムービングを投げるっていうのが肝だと思うんですね。ここら辺にムービング投げてみよう。この戦場ね。うん、いいね、いいね。月。うん、落合さん。いけたんちゃうの、落合さん。まあでも結構いいね、やっぱり。で、ここにベスピ。出ない。
ベスピデター。オッケー。え、何それ？え？何今の？シャーなしか。でも今のところ1安打しか打たれてないですし、まあ結構抑えてるよね、ムービングで。じゃあちょっとフォーク投げてみる。3球目は何で来るか。いや入ってないか、きちい。もう運ゲー、運ゲーですよこれ。いやー運ゲーに勝ったかと思いきや外れた。ここは前進じゃなくていい、定位置。さあムービング、全然いけます。はい、ということでね、さっきのランク戦で1回しか登板機会なかったんで、ちょっとね、うちのモデレーターの清察くんに、手伝ってもらってね、今から赤堀さんの動画撮りたいと思います。あれだけじゃちょっと物足りないんでね、早速いきましょう。斉藤和美さんおもろい、これもちょっと見てみたい。さあやっていきましょう。ダルビッシュさんが一応先発なんですけど、一回ここを敬遠して、赤堀さんでいきます。さあ赤堀さん検証していきましょう。まあ結構この清察くんは打率も高い方で、すごい参考になると思います。まず外角のムービング、振ってこないね。もう一球外角のムービング、はい、OK で、一球フォークを挟みの、そうそうそう、で、この高めのムービングも強いと思うんだよね。振らないか。じゃあ内角低め、どこが強いのか探り探りで、うまい、素晴らしい素晴らしい。今もう狙ったところにゲッツいった。で、まあここは長打かな、長径かな。で外角、これさ、やっぱさ、あー強いわ、えぐいって赤堀さん、マジで。とせっかくなんで斉藤和美さんの投球も見ますか、せっかくなんでね。そうそうそう、動画時間もねそんな、長くないと思うんで、さっきの試合すぐ終わってるんで、ちょっと和美さんも見てみようか。うん、はい、なるほど。今のが落ちる方ね、これが落ちる方だよね、今のがね。落ちない方どのぐらいなんだろう、落ちる方だね。さあどうだろう、おーい、急に小さい方来たら怖い。来た、あーこれ分かったわ、分かった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 、はいはい、もう大魔神長川さんでもう僕鍛えられてますわ、来たと思ったもん今。うん、あ、斉藤和さん見えやすいかも。うん、うんうん、分かりやすい分かりやすい。山内さん最初ちょっとねフォーク入りでいくわ、これあんまり、そうだよね、予想してないけども、まあ打たれるというまあしゃあなし。さあタイピンがついてない赤堀さんですかね。イエスマーティン、そっと、これさタイピン出しに来てくれてる、もしかしてせいちゃん申し訳ない、これタイピン出しに来てくれてない申し訳ない、これ申し訳ないことしてる申し訳ねえよこれ。そうか、動画の趣旨を言ってないからな、申し訳ない。タイピンついてると思ってたら申し訳ないわ、申し訳ない。 OK、 これガヤ前進でしょ、ガヤ前進、 OK OK、 ナイス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 、いいよいいよ。アーチスト村上さんだ、アーチスト村上さんはすげえなんか試しがあるわ。はい、ナイス。これね、だからタイピンなくても強いでしょ赤堀さんは。でね、どこでフォーク投げるかなんですよ。まあ一球ちょっとここをスライダー放ってみるか、ちょっとね、これボールでいいよ。ああ、まあまあ知らないじゃない。で同じとこにムービンとかね、うん、ムービンファースト、ああ知らない。じゃあ、えっ、おっ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 、オッケー、ナイス。
これちょっときちいな。これ別に無理しない、こういう場面はね多分無理しなくていいんで、戦場にムービング、もうフォアボールでいいよっていうね。そうそうそう、フォアボールでも全然いいですよ。 OK でしょー、でしょー。赤堀さんタイピンなくても使います。